マイナス4個って完全にバグっとるよね。ああ、無限に出てくる。おーおー。ウィシュンゴシはゼルダで人生に彩りをイカ坊主です。ということで本日もゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムのバグ解説をしていくんですけれども、最新バージョン対応ミネル式素材無限増殖。ということで、アップデにアップデを重ねて様々な無限増殖が修正されてきたティアキンなんですけれども、この度最新バージョン 1.2.1 でも可能な新たな素材増殖法が発見されました。今回は複雑な操作や手順が一切必要のないミネル式素材増殖を初心者の方にもできるだけわかりやすく解説していきますので、早速本編、行ってみよう。ということで、ゲーム画面のイカ坊主くんです。さてね、今回のグリッチは、海外のグリッチハンターの、ウィナーボーイ77さんが提案したグリッチです。概要欄に詳細を記載しておきますのでね、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今回新しい無限増殖という話なんですけれども、実はこの最新バージョン 1.2.1 では、すでにね、投げ式の無限増殖というものが存在しております。で、まあ、それとね、比べて一体どうなんだっていう話なんですけれども、投げ式の無限増殖は、結構操作が複雑でタイミングとか入力が正確じゃないと増えないんで、初心者の方にはちょっと難しいなという無限増殖法でございます。今回の方法は入力タイミングとか複雑な操作はほとんどないんで、誰でも真似すればできる方法なんで、まあ、ちょっと難しい操作嫌だなっていう人は今回の新しい方法でやってみるのがいいと思います。ということでダゴダゴ解説していくんですけれども、今回必要なものはミネル解放が必要となってきます。この魂の賢者ミネルとの盟約、これをですね解放してないとできません。このミネルを使って増やしていきます。でミネルまだ解放してないよって人は投げ式しかできないんでね、そこは注意してください。で今回ね、このゾナウギア製造機の近くでやってるんですけれども、まあ皆さんもゾナウギア製造機の近くで試すのがいいと思います。ということで今回は増やしたい素材としてこのダイヤモンドをねダゴダゴ増やしていくんですけれども、増やしたい素材をまず4つにする必要があります。でまあ今回みたいにね19個ある場合はですね、売るんじゃなくてこのゾナウギア製造機の中に溜め込んでいきます。というのもなんでそんなめんどくさいことするのかというと、ティアキンって素材をこの世界に21個以上置くと消えちゃうんですよね。なんで例えば50個とか持ってる場合、全部この地面にばらまくと半分ぐらい消えちゃうんで、それを防ぐためにゾナギア製造機を利用していきます。はい、そしたらこのゾナギア製造機の中に素材を貯めるために、まず扇風機をね2つ出しまして、で扇風機のうちの1つを斜めにしてくっつけます。こういうね、ものを作ります。まあ、なんかこう、斜めにくっついた、まっすぐな扇風機。これをですね、ゾナギア製造機の前に置いて、で、適当なアイテムを、この製造機の中に入れます。よいちょと。はい、そうすると失敗するんで、出てきますよと。で、今ね、こう、蓋が開いてると思うんですけど、この蓋が開いている間に、この扇風機を突っ込んで、ヌープヌープと突っ込んでね、ズブリズブリだと突っ込んでね、離しますと。はい、これで蓋ができます。さあ、これによって、ダイヤモンドが、このゾナギア製造機の中に、どんどん溜まっていきます。ここまで突っ込めば大丈夫かな。めっちゃ突っ込んだけど。ここまで突っ込まなくても全然大丈夫です。はい、そしたらですね、増やしたい素材を残り4つになるまでに、ゾナウギア製造機にヌープヌープ入れていきます。よいしょと。さあ、どんどん入れていくぜ。残り4つになるまで、オールインだ!はい、入れれましたよということで、ここからね、早速増殖を開始していきます。まあ、これ準備ですね。はい、増やしたい素材が4つになりましたら、まあ、別に3つとか2つでもいいんですけれども、とりあえず最高4つまでにしておくと。で、なりましたら、ミネルに乗り込みます。はい、乗りました。で、ミネルに乗ったら、この状態でプラスボタンを押しまして、この名薬をね切ります。で切ったら増やしたい素材4つ全部持ちます。はい、ここでですね、持った後マイナスボタンでマップ画面に行きまして、そっから冒険手帳の記憶をね見ます。で記憶が始まったら X からのプラスで飛ばしちゃって OK です。で終わりましたらもう一度見ます。はい、これも飛ばしちゃって OK です。これ記憶を見ることによってゲーム内の時間をね30分の1秒だけ進めてます。なんで今ね15分の1秒進めたと。これによってリンクがバグります。はい、記憶を2回見れましたら B ボタンで閉じちゃって OK です。そうするとねこんな感じで着地するんですけれども、この状態でポーチを確認してみると、なんとリンクはダイヤモンド持ってます。リンクがダイヤモンド持ってるのにもかかわらず、ゲーム内では持ってないっていう、まあ、ちょっと奇妙な状態になります。で、この状態で R ボタンを押してクイックメニュー上を押しますと、ダイヤモンドがね、これ0個っていう表示になってるんですよね。で、このダイヤモンドにカーソルを合わせてクイックメニューを閉じると、
持つことができます。でポイッと投げると、これでねダイヤモンドが出現するんですけれども、もう一回ね R ボタンを押してクイックメニューを押すと、なんとダイヤモンドの数がマイナス1個になってます。これは完全にバグってるね。バグってますよね。でまたクイックメニューを離すとリンクが手に持つんで、ポイッと投げると、はい、こんな感じでどんどんねマイナスで増やしていきます。よいしょ。さあ最終的にはマイナス4個っていうね。でマイナス4個を投げるとクイックメニューからねダイヤモンドが消えちゃいます。はい、ここでプラスボタンでポーチを開いて、ダイヤモンド以外のね適当なアイテムを一つ持って、で地面にばらまくことでダイヤモンドがね複製されました。はい、これ全部取っちゃって OK です。で全部取ると最初4つだったダイヤモンドがなんと8個になっていると。でまたここからね増やしたい場合は4つこのゾナギア製造機の中に突っ込みまして、で同じ手順をやると。ちょっと投資でやっていきましょうか。まずミネル出して乗り込んで、でこの状態でミネルを切って、増やしたいアイテム全部持つ、でマイナスから記憶を2回見ると。はい、もう1回ですね。見たら飛ばしちゃって OK です。で B ボタンで閉じて、クイックメニューから0個のダイヤモンドを1個、2個、3個、4個投げると。で、これを回収する前に別の素材を持って置いておくと。で、全部回収することによって、ダイヤモンドが4つ増えます。はい、こんな感じのスピード感でね、増やすことができます。投げ式とスピードはトントンぐらいだとは思うんですけれども、こっちは複雑な操作が必要ないんで、誰でもできると。正直、ミスりようがないんで、まあ、100% 増やすことができるし、そこそこのスピード感でね、増やすことができると。まあ、そういったメリットがあります。で、まあ、余談なんですけれども、こういうね、ダイヤモンドとかだったら、投げて増やせるんですけど、例えば火炎の実、火炎の実とかだったら投げて増やすときにこんな感じで消費しちゃうんですよね。でこういう消費しちゃうアイテムの増やし方なんですけど、ちょっとねもう一回ミネル式でパッと増やしていきます。はい、このねマイナス1個状態にできたので、こっから増やすためにはこのまま投げると消費しちゃうんで、ちょっと上目にね投げて、で戻れ子でピッと戻してやると、これで消費せずにね地面に落とすことができます。ちょっとめんどくさいんですけど、もしねルビーとかこういう消費系のアイテムを増やしたい場合は、まあ、投げるときに戻り子を使って置いておきましょう。まあ、正直ね戻してすぐにこうやって落としたんでも大丈夫なんで、そんな感じでねマイナス4つまで増やしまして、で別のアイテム1個持ってでバラまくと、で全部回収すれば OK です。てかダイヤモンドちょっと回収しなかったんで、増やしたダイヤモンドもねしっかり回収していきましょう。はい、蓋を取りますとですね、よいしょ。さあこんな感じでダイヤモンドがバーッと出てくるんで、全部回収していきましょう。これね素早く取らないとまた消えちゃうんで、しっかり全部回収して、2回やったんでちょうど8個分増えたのかな、8個分ぐらい増えてますね。こんな感じでダイヤモンドを増やすことができます。ということで、まあ久しぶりにねブレワイのバグ解説動画なんですけれども、最近結構最新バージョンでも面白いバグが見つかりそうな雰囲気がありましてですね、バグマスターソードとかも最新版でもうすぐ盗めるんじゃないかみたいな感じになってるんで、まあ、もしね盗めるようになったら解説動画出しますので、ここまで見てくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンポチよろしくお願いします。スーパーサンクスもいただけるとモチベーション爆上がりオブザピーポーですので、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあの